シャープソード、利権利権は、中華人民共和国の中高工業、信用引き設計研究所が設計し、中高工業、高ト航空工業集団が生産する無人偵察攻撃機。利権三面図利権のプロジェクトは2009年に開始され、2013年11月21日に、利権は、四川省制度で約20分の処女飛行を完了したことが、 中国国営通信社の進化者などで発表された。これにより中国はアメリカの X-47、フランスの脱走ネウロン、イギリスのタラニスに続くステルス無人機の試験飛行に成功した4番目の国となった。この技術実証機の機体は黒い電波吸収塗装で番号の001と2本のピトー感があり、形状は アメリカの X-47B 同様に、ステルス性を考慮した全翼機で精密爆撃が可能で自動的に追跡して偵察する機能も持つとされた。スペックは、全長10メートル、翼幅14メートル、最大離陸重量10トン、航続距離4000キロメートル、ペイロード2トン、動力はターボファンエンジンの WS-13 とされる。ただし、中国が開発している。 ステルス戦闘機である J-20、J-31 と同様に後部のジェットノズルのステルス化が課題であることが挙げられていた。2016年5月24日、親会社の中国航空工業集団の広報誌、中国航空法は利権に技術的な進展があったと発表し、次世代ステルス戦略爆撃機の開発に役立てられる可能性が報じられた。 2017年12月29日、ジェットノズルなどを改良して中国、人民解放軍空軍のラウンデルがマーキングされた、利権2.0の模型を、アビック関係者が公開して、量産体制に入っていることが示唆された。2019年10月1日に、中華人民共和国建国70周年記念の軍事パレードで公開された新型ステルス、無人攻撃偵察機、 グッジョブ -11 は利権の設計に基づいて開発されており、収益していることも中国人民解放軍は発表した。ありがとうございます。